メトロエクスプレスは、モーリシャスの首都であるポートルイスと、周辺都市を結ぶライトレール。道路の混雑解消や、都市間の移動の利便性向上を目的に2019年12月22日から、営業運転を開始し、2020年現在は、モーリシャス政府が全株を所有する同盟の株式会社によって運営されている。インド洋の島国であるモーリシャスのうち、 首都のポートルイスが一致するモーリシャス島にはイギリス領時代の1854年に開通したモーリシャス政府鉄道が存在した。前世紀には島内に 56km の路線網が存在し、サトウ機ビの輸送をはじめ経済を支える大動脈として重宝されていたが、第二次世界大戦後はモータリーゼーションの進展とともに旅客、貨物ともに輸送量は減少した。 その結果1956年に旅客輸送が廃止され、1964年の貨物輸送廃止をもってモーリシャス島から鉄道路線は一時姿を消した。その後、イギリスから独立後のモーリシャスにおける交通機関は自動車が主力となっていたが、自家用車の所有数が増加するのと同時に、島内の道路網では混雑が激化し、都市間の迅速内動も 難しい状態となった。そこで、ポートルイスや周辺の地域を結ぶ高速かつ定時制にたけた公共交通機関として、ライトレールの導入が検討されるようになり、2017年にインド政府から贈呈された3億5300万ドル分の助成金を元でとした各種プロジェクトの一環として、ライトレール、メトロエクスプレスの計画が始動した。計画に際しては、 インドやフランス、シンガポールをはじめとした世界各国の企業が参加しており、そのうちフランスに本社を置くコンサルタント企業であるシストラがプロジェクト全体の設計を手掛け、インドのラーセントゥブロが建設や車両調達を担当した。また、計画実行に先立つ2016年にモーリシャス政府はライトレールの運営を行う事実上の国営企業である。 メトロエクスプレスを設立した。その一方、建設に際しては職を失う可能性があるバスや、タクシー関係の労働者や、土地収容を受けた地域住民からの反対運動が勃発したほか、世界遺産であるアープラバシガート付近の路線についてはユネスコからの要請による、専門家による調査が実施され、計画に影響が生じた。その後、第一段階となる、 ローズヒル中央ポートルイスビクトリア間は2019年12月22日に開通した。当初は沿線へ向けてのプロモーションを目的に無料運転を実施し、運賃が加算される本格的な営業運転の開始は2020年1月10日からとなった。前述の事情により開通が遅れたアープラバシガートへの延伸区間及びローズヒルとキュールピップを結ぶ路線については、 第2段階として位置づけられており、2021年の開通を予定している。この開通をもって計画されていたメトロエクスプレスの全区間が完成し、ヒュールピップからポートルイスへの移動時間が短縮される。ほか、道路の混雑解消や新たな雇用が期待されている。全長1 3キロメートルとなる第1段階の路線網の多くはかつて存在した。 モーリシャス政府鉄道のミッドランド線の配線跡が活用されており、道路と共有する信号を用いた踏切がある箇所を、除き線路はすべて道路と分離した専用軌道で、ローズヒル付近は幹線道路との交差を避けるため高架線となっている。車両基地はコロマンデル電停とバークリー電停の間に位置する。運行間隔は12から15分で、始発列車は6時台。 最終列車は22時台に設定されている。運賃は距離ごとに異なっており、乗車した電停から3電停までは20ルピー、それ以上の距離は30ルピーで、券売機から購入可能な QR コード付きの乗車券は60分の間有効である。また、非接触式 IC カードであるマッカードの展開も行われているが、カード使用時の運賃の値引き制度は存在しない。 双方とも乗車時及び降車時に各電停に設置されたカードリーダーに触れる形での生産を行っており無賃乗車が発覚した場合は5000ルピーという高額の罰金が課せられる建設中のものも含めてメトロエクスプレスの電停は以下の19カ所に設置されるそのうち2020年の時点で営業運転開始済みの電停については太字で表記する ウルボス100メトロエクスプレスで使用されている車両は、スペインのカフが世界各国へ向けて展開する超低小電車のウルボスである。両運転台の7車体連接車で、車内庭には2列配置のクロスシートを基本に、折りたたみ座席や車椅子、ベビーカー用のフリースペースが配置されている。 編成は、車軸がない独立車輪式台車がある車体が台車がないフローティング車体を挟む構造となっており、台車がある車体のうち先頭車体を含んだ3つには動力台車が存在する。2017年に、モーリシャス政府との間に契約が成立し、スペインの工場で製造された車両は制動装置の試験を経て、モーリシャスへと輸出された。 2020年現在は発注分の18両が使用されている。主要所言は以下の通りである。また、カフは車両開発に加えて位置情報検出システムや運転手訓練用のシミュレータ等の受注も同時に獲得している。ありがとうございます。